ってこんなモティブのトトウコミでございます。はい、今回はラーメン企画やっていきたいと思います。そうですね、今日来ておりますのが麺食堂88さんでございます。はい、こちらは天理郡山、天理なのかな、天理か郡山、まあその中間ぐらいの場所にある。郡山ちゃうかな、郡山かな。はいはい、昔ね、田原元やったかな、その辺にあったんですよ。うん、移転してたんか、移転したらね。はい、移転してこの高井病院とかね、高井病院の近くにありますので、早速じゃあ麺食堂88さんに行きたいと思います。はい、レッツゴー、タビコン TV。はい、麺食堂88さんに行ってきたんですけど、はい、うまかったっすね。やったっす。はい、タカさんの方がつけそば、はい、僕の方がジャンクそばっていうことで、そうですね、はい、まあつけそばっていうのはまあつけ麺的な感じなんですけども、うん、ジャンクそばは混ぜそばですね、うん、そうやね。で、混ぜそばなんですけども、うん、なんか薄切りチャーシューか角切りチャーシューかを選べるんです、うん、で、僕は角切りチャーシュートッピングにしたので、うん、さらに肉が増してるって感じなんですけど、もうチャーシューうまいですね。ドルチェポルコ、イタリア産で、ね、混ぜそば自体もとても美味しくて、うん、ちょっとピリ辛な感じのソースで、うん、ちょっとほのかにニンニクの香りがして、うん、めっちゃもう食欲をね、もうそそる匂いがして超うまかったですね。結構お腹いっぱいの段階で僕ら行ってるんやけど、はい、それでも美味しく食べれたよな。はい、美味しかったです、うん、もうどうでしたか、つけそばの方。僕の方のつけそばに関してはちょっとね、こうお酢が効いてるというか、はいはい、すごいなんかさっぱり食べれるラーメンやなっていうのを思いました。はいはい、で、あの麺もすごいツルツルなんですよ。もう麺の見た目めっちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗、もうあの舌触りというか、うん、口に入れた瞬間にめちゃくちゃツルッとしてくれてて、でそれを一気にこうズルッと吸った時に、あのお酢が口の中でこうツーンと広がるというか、うん、結構他にないなってちょっと思った。そうですよね、うん、スープでしたね。で、またあの最後だし割りでのスーパーリーで飲ませていただいたんですけども、結構こうツンとくる感じがちょっと強めに僕はだし割りして感じたんですけど、はいはい、もうそれが今ねすごいなんかこうお腹いっぱいの状況で食べた時にすっきりさせてもらいました。ね、うん、僕普段は結構つけそばの方食べるんです、うん、今まで3回か4回くらい来てるんかな、うん、今回ね、はずジャンクそばチャレンジ、いつもね結構頼んでる人も多くて、うまそうな見た目してるなと思って頼んでよかったです、うん、よかったな。もうがっつり食いたい時はつけそば食ったらいいんじゃないかなと思いますね。まあがっつり食いたいで、もう今がっつり食いたい気分じゃなくてもいけてるからな、はい、めちゃくちゃうまかった最高ですよかったですね。で、あとここね、すするさんのサインも飾ってあったりとか。そうですね、はい、あの YouTuber ね、うん、びっくりしたな。ますので、うん、ぜひぜひぜひ来てください。はい、まだ今後ともねこういったラーメンの動画上げていきますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、はい、あとツイッター、フェイスブック、インスタもやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。おい、やばい、巨人やまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと